ライオン、貴重な作はありがとうございました。2つ目、桜ライオンズクラブの皆様、今後もよろしくお願いしますということで、ビッグドネーションをいただきました。ありがとうございました。鶴田ライオン、立ち上がり。私事でありますが、先月、夫婦、子供たち、孫たちを集め、金婚式、50年ですね、の式典を催すことができました。結婚50年、長くもあり、短くもあり、これも私の努力と、本当かな私の努力と忍耐の賜物。あっちゃんの賜物ですよ。そうです。ありがとうございました。反省してくださいね。ありがとうございます。横本一ライオン、はい、ください。59回目の、結婚記念日でしたと、たくさんの思い出がありますが、人生共に生きたとの実感があります。一人よがりでしょうかと。いや、そんなことございません。仲がいい、よかったですね。実はですね、我がクラブで最長老のライオンなんですね。今山崎ライオンがおっしゃった通り、老人は誇りと責任を持って元気でということでございますので、ますます元気を出していただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。お隣の梅ライオン、はい、お年寄りですかね、やっぱり。お年寄り3番目僕の次ですね、はい。いただいております。結婚記念日お祝いいただきました。ありがとうございました。53回目です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はこの紙がありますので、よろしくお願いします。今日は副、代打で副テール通じたをさせていただく谷村です。よろしくお願いいたします。今日は桜ライオンクラブ合同例会ということで、とても新鮮な気持ちで例会に臨めてとても嬉しく思っております。あと外務山崎の話にもありましたけれども、あまり昔外国の老人を見たことがないので、学場に入って2年ぐらいになりますが、ここのお年寄りはなんと元気なんだろう、見習うべきライオン本田、はい、本日の例会は桜ライオンクラブの皆さんで花を添えていただき、華やかな例会になりありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましてライオン深夜、お出しください。はい、福岡桜ライオンズクラブとの合同例会を祝してということでドネーションいただいております。ありがとうございます。続きましてライオン長島、お立ちください。昨日山に登り道に迷って反対側に降りて表まで2時間歩いて参拝しました。続きまして、ライオン大坪、お出しください。合同例会の正解を祝してということでドネーションいただいております。ありがとうございます。通常のドネーション最後、ライオン大町、お出しください。佐伯会長よりおいしいフルーツいただきました。ごちそうさまでした。ということでドネーションいただきました。ありがとうございました。俺が止めるのになるよ。あんたもここいたんですか。ごめん。大変失礼いたしました。まだ入っとるやん、まずライオン八木、お立ちください。
本日は桜ライオンズクラブとの久しぶりの合同例会です。今後とも末永くよろしくお願いしますということでドネーションいただいておりました。そして今追加でいただきましたライオンからお出しください。ライオン山崎拓はありがとうございます。また桜ライオンズクラブの皆様合同例会を感謝いたしますということでドネーションいただきました。ありがとうございました。それでは続きまして福岡桜ライオンズクラブテールツイスターライオン滝ひろ子副テールツイスター川辺力子お願いいたします。